はい、こんにちは。聞く美術館ラチです。今回はとある方の作品展に行ってきたので、そちらをご紹介します。ラジオでは第87回にご紹介したかな、洋画家の牧野光則さんという方をご紹介いたします。この方は世界で活躍していまして、で、私静岡県に住んでいるんですが、静岡県のね、茶畑と富士山をテーマにずっと作品を描かれている方です。で、この方が、地元の富士市で、富士山館、牧野光則富士山館というのをオープンされました。で、そのオープン記念に私も行ってきまして、で、そちらの様子と作品の解説をしていただいたので、よかったら見てみてください。それではどうぞ。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。富士山と第二峠なんですけどね。はいはいはい。これだから峠走ってると誰でも知ってる景色で、結構有名な景色なんですよね。そうですね、東名高速道路走ってると、なんかいきなり目の前に富士山が出てくるっていう。そう、その感動を描いた手ですよね。ずっと、まあ、何十年もね、いろんな研究してきたんですけど、はい、その時にその現代絵画の技法、だから昔の技法でいくと塗り重ねてね、で深みを出していくっていう。で、現代のだと色を平地させていくとか、はい、でそこら辺を融合させたらどういう形になるかということで、だから、まあ、絵画の集大成のような感じで、あ、追求しているところもありますよね。絵画の歴史っていうのは、絵の具のやっぱり発達の歴史でもありまして、昔はなんか一色ずつ自分で作ったり、自分でね、油をとか調合して作ったりしたんですけど、はい、だんだん絵の具会社がもうそのままチューブから出して乗せれるくらいの色が開発されてきたので、はい、そうすると色をそのまま、平地させてもね、その見れるような感じ、それでその補色の効果とか色んなのが生まれてきたんですけど、はい、だからやり方がそれで固定絵画とは全然違うんですけど、はい、それを融合させるとなると下手するとめちゃくちゃになっちゃうんですよね、はい、でそれをいかにこう絵として成り立つようにするかとか、そう、だからそれを、まあ、いろんなところで、まあ、見抜いてもらえることができたので、認められることができたんですけど、はいはいはい、なんかちなみにそのスーラ、天描画をやられた新印象派のスーラと比較されることは結構あると思うんですけど、スーラがなんで天描画に行き着いたかって言ったら、あの頃の色彩をそのまんま、その彩度を保ったまんまやるっていう系譜で天描に行ったじゃないですか。牧野さんが天描に行った理由っていうのは全然違いますよね。そうなんですね。でもともと僕はスーラってそんな好きじゃなかったんですよ。なぜかというと、その時はその深みを追求するから、イギリスのコンスタンブルとか、そのより風景に深みがあり、でその画面がもうダイヤモンドのように輝くとか、そういうスーラとはちょっと正反対の絵が好きだったんですよね。でタッチをそういう点描にしたから、たまたまスーラとかね、いわゆる比較されることが多いんですけど、昔ね、コンスタンブルが同じ絵を3枚描いて、まあ、下書きの絵と荒々しく描いたのと仕上げのがあって、で現代ではその完成作よりもその前の絵の方が評価される場合があるんですよね、そういうふうに荒々しさとか、だからはみ出し具合とか、それより人間的なもの、そういうのがある方が僕は絵としてはちょっと魅力を感じますよね。ありがとうございます。で、お隣がだいぶ過去の初期の、そうですね、これはだから30代の時に描いた絵で、いろいろ研究してる時の絵です。で、その時富士山っていうより、富士山を描いてるっていうより、富士山周辺をの風景を描いてる画家ってことでやったんですね。ああ、はいはい。で、その中で、まあ、富士山も描いたし、それ以外の、まあ、港とか滝とか、富士山周辺にある景色を描いてます。で、これが冬景色ですか？そうですね、お島の方ですね。あ、だから富士山やっぱり形が場所によって全然違うので、はい、でこの形はお島なんですよね、でこれよりちょっと、ずれるとあっちの川口湖、レオナルド・ダ・ヴィンチの、晩年最後
を過ごしたお城、黒龍聖城、うん、でそこにこの絵が展示されまして、はい、でそこのワインのね、ダヴィンチの愛したワインっていうのにもなったんですよね。でそこの黒龍聖城に収蔵されたんですよ。はいはいはい。でその記念にその黒龍聖城公認のカレンダーに作ってくれまして、すごいです、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。牧野さんの受賞歴とか功績をこう列挙すると、もう恐ろしいことになるんですけど、実際お会いするとすっごい気さくで、何でもざっくばらんに話してくれるっていう、で話してるとああいう風にこう芯がある人なので、なんかこうすごい強いというか、メッセージ性が強いっていうことがあるなと思っています。で作品に立ち返ってみると、なんかすごいね、一見風景画で柔らかい印象があるんですけど、牧野さん自身のこの芯のある作品に仕上がっているのかなって私も思っていて、すごく素敵な作品だといつも思っています。ラジオ87回番組の概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。牧野さんのインタビューの回ですね、よかったら見てみてください。ラジオそんな美術の時間も、こんな風に美術史をバーってやっていたりとか、あとはたまにその現代の人にフォーカスして解説をしているっていう回もありますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。こちらの聞く美術館は美術について解説をしていますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。